アンソニー・キース・グウィン・ジュニアは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ロングビーチ出身の元プロ野球選手。右ト左打、ダ。アンダ製造機の異名を取ったトニー・グウィンの息子である。高校時代の2000年に MLB ドラフト33巡目で、アトランタ・ブレーブスから指名を受けたが、サンディエゴ州立大学へ進学した。2003年、再び、MLB ドラフト2巡目で、 ミルウォーキーブルワーズから指名され、プロ入り。2006年7月15日にメジャーデビュー。7月19日に初安打となる二塁打を放った。くしくも24年前の同じ日に父親である、トニー・グウィンも初ヒットとなる二塁打を放っている。結局、この年は、スタメン確保はならず、控え外野手として32試合に出場し、打率260を記録した。 2007年も控えが癒しとしての出場が続いたが、9月29日のサンディエゴパドレス戦で1点ビハインドで迎えた9回裏にパドレスの守護神トレバー・ホフマン投手から同点の適時3塁打を放ち、チームのサヨナラ勝ちに貢献した。この敗戦によってパドレスは西地区優勝を逃し、プレーオフ進出も叶なわなかった。パドレスは父親が 長年所属していたチームであり、パドレスの監督である、バドブラックは、息子に打たれるとは、全く皮肉だよと述べていた。2009年5月21日、父が在籍していたパドレスにトレードで移籍。各部門で、自己ベストの成績を残すも、翌2010年は極度の打撃不振に陥り、出番が減少した。なお、余談ではあるが、 この年の9月24日の新シ品シキレッツ戦でアロルディス・チャップマンが投じた当時史上最速105マイルパーアーの直球に退治した。オフの12月2日に FA となった。2010年12月11日にロサンゼルス・ドジャースと67万5000ドルの1年契約を結んだ。2011年は自己最多の136試合に出場。打率 256.2本類が22打点、22盗塁をマークし、オフの12月12日にドジャースと総額200万ドルの2年契約に合意した。2012年は103試合に出場して打率、232.17打点、13盗塁の成績を残した。2013年は開幕メンバーに名を連ねることさえできず、 参加の AAA 級アルバカーキアイソトープスでのスタートを余儀なくされた。このシーズンは結局最後までメジャーに昇格できず11月5日に FA となった。2013年12月19日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだ。2014年3月29日にメジャー契約を結んだ。開幕後は69試合に出場したが打率。 163.3打点に投類と結果を残せず、7月21日にリーフとなった。7月28日に放出されたが、8月3日にマイナー契約で残留して、参カのトリブル A 級リーハイバレーアイアンピックスへ配属された。9月にセプテンバーコールアップで再度昇格した。10月9日に FA となった。 2015年3月2日にワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。シーズンでは参加のトリプル A 級シラキュースチーフスでプレーし89試合に出場して打率255.1本類が27打点10盗塁の成績を残した。オフの11月6日に FA となった。2016年2月25日に ドジャースの放送チームでの仕事をすることが明らかになった。2017年シーズンからはパドレスへ移った。ありがとうございます。